こんにちは、エヴァトタケシです。今回は不安のない生活があるという嘘を信じるから不安を取り除くことに必死になり自分を幸せにすることを忘れてしまうというテーマでお話ししていきたいと思います。こうしたらこうなるだろうなと想定すると感情が湧き上がります。そしてその湧き上がった感情が 行動を起こすためのエネルギーになります。牛丼を食べたら美味しいだろうなと想定すると、ワクワクしたり、楽しくなったり、嬉しくなったりといったポジティブな感情が湧き上がります。そして、その感情が、よし、吉野家に行こうと行動に移すための力になります。私たちは行動を起こす前に何かしらの想定をします。想定をすると、 想定通りに行かなかったらどうしようという不安が生まれます。この本は面白そうだと想定したら、でもつまらなくてお金を損したらどうしよう、買わなければよかったと後悔したらどうしようという不安が生まれます。何か行動を起こそうと思ったらワクワクと不安が交互にやってくるようになります。この本は面白そうだから絶対に買うべきだという期待と面白くなかったらどうしよう という不安が交互にやってきます。不安のないワクワクはありません。何かを求めれば必ず不安が生まれます。なので不安がなくなったら行動しようと思っていたら、いつまで経っても行動を起こすことができなくなります。好きなことをしたい、好きなものを手に入れたいと思ったら必ずそれができなかったらどうしよう、それをして失敗だと感じたらどうしよう、 それを手に入れて後悔したらどうしようという不安が生まれます。私たちは未来に希望を抱き、希望を実現するための行動を起こすことで自分を幸せにすることができます。もっと自分を幸せにしたいと思ったら不安を感じるのを避けることはできません。人間はそうできているんだから不安を感じるのは仕方がないことだと受け入れることでポジティブな未来を想定して行動を起こすことが できるようになります私は絶対に不安を感じたくありません私は不安をゼロにしたいんですという思いにとらわれると未来に希望を抱くことができなくなりますなぜなら不安をなくすためにポジティブな未来をイメージすることをやめてしまうからです幸せに生きている自分を想定しないことで幸せになれなかったらどうしようと不安になるのを避けるようになります 期待通りに行かなかったらどうしようという不安を生み出さないために、これをしたら楽しいかもしれない、これをしたら嬉しいかもしれないと期待することをやめてしまいます。不安は不快な感情ですが、感じるものはしょうがないと受け入れるしかありません。なぜなら、私たちは不安を感じるようにできているからです。不安を感じたくないと思うのは、 不安を感じていない自分を想定していることになります。こうすれば不安がなくなるかもしれない。こうすれば不安を感じない生活を送れるかもしれない。と想定することで、それをしても不安がなくならなかったらどうしよう。不安な毎日が続いたらどうしよう。という不安が生まれます。もっと自分を幸せにしてあげたいと思っても、不安のない生活を送りたいと思っても、 不安を感じ続けるということです。私たちは不安を感じない人間になることはできません。どんな生き方をしても不安を感じるのなら自分の好きな生き方を選んだ方がいいに決まっています。自分を幸せにするために頑張っても不安を取り除くことに全勢力を注いでも不安を感じることに変わりはないのだから自分を幸せにする生き方を選んだ方がいいに決まっています。 ということで、不安を避けることが人生の目的になって、自分を幸せにすることを忘れないように気をつけてほしいと思います。不安に圧倒されて行動を起こすことができなくなったときは、うまくいかなくても何とかなるから大丈夫だよと語りかけて、自分を安心させてあげましょう。今回も最後までご視聴していただき、ありがとうございます。 素敵な一日を送っていきましょう。エバとタケシでした。